皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の3回目、今回は An English Teacher というタイトルでお送りします。ここに英文があります。前回よりちょっと長くなっていますよね。ではまず私がこの英文を読みますので皆さんは聞いてください。いきますね。2回読みます。Mr. Kato is an English teacher. He lives in Mishima. His car is very old. He wants a new car. 2回いきます。Mr. Kato is an English teacher. He lives in Mishima. His car is very old. He wants a new car. ね、こんな英文です。ではちょっと意味を確認しておきましょう。Mr. Kato is an English teacher. 加藤さんは英語の先生です。これ、an がついているのは、後ろに来る単語が、English teacher の e という、あいうえおの音ですね。これ、母音って言うんですけど、母音で始まるときには、一つのものを表すとき、an がつきましたね。で、an English teacher になっている。He lives in Mishima。三島に住んでいて、his car is very old、ね。very old。彼の車はとても古いと。だからでしょうか。He wants a new car. 彼は新しい車が欲しいと、このように言ってるんですね。では今度は皆さん、ね、私と一緒にこの英文を3回読んでみましょう。お願いしますね。ではいきますよ。1回目です。はい。Mr. Kato is an English teacher. He lives in Mishima. His car is very old. He wants a new car.2回目です。はい。Mr. Kato is an English teacher. He lives in Mishima. His car is very old. He wants a new car. 3回目です。はい。Mr. Kato is an English teacher. He lives in Mishima. His car is very old. He wants a new car. 言えましたか？では、ここの文章に対する質問がここに3つあります。皆さんはこの質問に対して、ね、私と一緒に答える部分を言ってみましょう。ではまずどんな質問かを確認しておきますね。1番は What does Mr. Kato do? What does Mr. Kato do? こんなのわからない、ね、覚えればいいんですよ。人に職業を聞くとき、相手に職業を聞くとき What is your job? こんな言い方あまりしないんですね。まあ、意味は通じますけどね、あまりしないと。どういうふうに聞くかって一般的には What do you do? What do you do? 全部言うと What do you do for living? なんて言い方するんですけど、まあ、その前の部分で What do you do?、ね、これであなたは仕事なんですかってこういう意味なんですよ。 What do you do? でこちら加藤さんについて、加藤さんって、この名詞が三人称単数なので What do you do? の do の部分ね、 What do? の do の部分がこれ does になってるだけね、だから What does Mr. Kato do? これは加藤さんの仕事は何ですかってこういう意味です、ね、これは覚えちゃいましょう、ね、What does Mr. Kato do? 仕事は An English teacher ですけど、皆さんは He is an English teacher. He is an English teacher. こう答えてください。2つ目のもう質問ですね。 Does he live in Izu?Does he live in Izu? 彼は伊豆に住んでいますか？え？ちょっと待てよ。He lives in Mishima. 三島に住んでいるので住んでいないですね、伊豆にね。ですからテストだったら No, he doesn't. Period. これでいいんですけど、ここでは英語になれるために No, he doesn't. He lives in Mishima.No, he doesn't. He lives in Mishima. ここまで答えてください。はい、3つ目の質問です。What does he want? What does he want? 彼は何が欲しいですか？彼が欲しいものは新しい車でしたね。テストだったら、あって大文字が出て、new car, period. これでいいんですけど、皆さんは、He wants a new car. こう答えてください。He wants a new car.、ねよろしいでしょうか。では、ね。この質問に答える練習2回やるので、皆さんは答える部分私と一緒に言ってください。
1番です。What does Mr. Kato do? 皆さんは、He is an English teacher. 2番です。Does he live in Izut? 皆さんは、No, he doesn't. He lives in Mishima. 3つ目です。What does he want? 皆さんは、He wants a new car.、ね、ここでやるんですね。2回目いきます。いきます。What does Mr. Kato do? 皆さんは、He is an English teacher. 2つ目です。Does he live in Izu? 皆さんは、No, he doesn't. He lives in Mishima. 3つ目です。What does he want? 皆さんは、He wants a new car. 言えましたか？で、今回は、実は、英語って数えられるものと数えられないものと名詞があると言いますよね。でよく区別がつかないと、ね。数えられるものを一つの時には、あとがあんがつくんだよと言いますよね。ここでも、an English teacher と、a new car と、あんとあがあります。あんとあはどういう時に使い分けるかというと、あまず、じゃあこれ、あんとはどこから始まったかというと、もともとはね、one。ね、アンとアって一つって意味でしたね。ワンがこれアンになって、それからもう一つアになったと、こういう流れようです。もともとねワンだったんだって、それがアンになって、でアンじゃないとなんか発音しづらいものはアンのまま残って、アンの N を取って発音が大丈夫だったらアになったと、こんな流れで、あとアンは、できたそうです。で、まあ、数えられるアがついてる、アがついてる、これ数えられる名詞ですよね。ティーチャーってで数えられますね。1人2人って、ね、カーって1台2台って数えられますよね。じゃあ数えられないものと数えられるものの名詞のどこで区別するかって言ったら、はっきり形があるもの、これは数えられる名詞、こう覚えてください。はっきりした形がないもの、どんなものかというと気体とか液体、水とかね、空気、空気数えられないよ ね。水も、まあ、コップに入れればコップ一杯のとかね、言うけど一つの水とか言いませんよね。だからまず形がはっきりしてないもの、これは数えられないんです。それから例えばそのものを切った時、ね、その使い方、使い道が変わらなかったもの、これは数えられない名詞に入ります。例えばパンって、パンって例えば1個2個って数えられますけど、パンって例えば食パンを切ったからといって、これ食パン食パンのままですね。だからパンはね、実はね数えられない名詞なんですよね。でも要素は変わらないですね。両方とも食べられます。で半分食べられなくなっちゃうってことはないですよね。そういうもの、そういうものは数えられない名詞に入るそうです。形がはっきり分かっていないの。犬って形しっかりしてますよね。リンゴって形しっかりしてますよね。だから数えられる名詞なんですね。でも動物の中に実は数えられないものあるんですよ。ね、鹿とか羊とか、実は魚も実は種類で数えるときにはフィッシーズという言い方もあるんですけど、数えられない名詞の仲間です。その動物の中でも数えられない名詞に入っているものは、昔自分たちの食料として狩りをしてた時の獲物だったもの、それは数えられない名詞のグループになったそうです。例えば鹿っていうのは昔ね、弓矢で取っていた獲物だった、だから鹿は数えられない名詞に入っちゃいます。羊もそうです。魚もやはり食料として狩りをして取っていた。それに対して馬っていうのは人が乗っていたと、猫っていうのも、人が飼っていたと、つまり人間側にいた動物たち、犬とか猫とかね、馬とか、それは数えられる名詞になって、そうじゃなくて食べ物として自分たちの、狩りの獲物になっていたの、これは数えられない名詞として今も、残っている、こういうことだそうです。今回は第3回目、ね、数えられない名詞と数えられる名詞についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。